はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。今日はいつもと違うところで撮っておりますので、ピーコもジャビット君もね、おりませんがご了承ください。本日はね、昨日紹介させていただきました、ハイヒールを履くと、反り腰になるというね、お話に引き続いて、ハイヒールを履いた後の、ケアの方法をね、お伝えしていこうかなと思います。ぜひぜひ一緒にやってみましょう。それでは、行ってみます。はい、それでは説明していきます。本日はね、このようなストレッチポールの半分になったものを使っていきますね。ハーフポールと言いますが、これがない方もね、このぐらいの高さがあるものがあれば、十分、代用できますので、今日はねこれを使っていくんですが、ない方はタオルとかをね丸めでぜひ、準備してみてください。はい、ではやっていきましょう。やり方はね非常に簡単です。これを置いていただいて、つま先をねかけていきます。はい、このまままずは20秒ぐらいキープしていきましょう。この時点でね、ふくらはぎが少し伸びているのが感じられると思います。慣れてきたら呼吸に集中して、伸びているところを意識しすぎないようにしてみましょう。はい、 OK です。そしたらこのまま右足を一歩前に出していきましょう。前に少し体重をかけていきます。左側のふくらはぎを伸ばしています。これも20秒ぐらいキープしていきましょう。呼吸に集中してリラックスしていきます。 OK、 ゆっくり戻していきましょう。では反対も一緒ですね。右足を残したまま左足を一歩前に、少し前に体重をかけていきます。ふくらはぎのストレッチ、リラックスして行ってください。呼吸に集中しましょう。あと少し。 OK、 ゆっくり戻していきます。両足をゆっくり戻して元の姿勢に戻りましょう。はい、いかがでしたでしょうか。結構簡単な動きなのでね、どこでもできるかと思います。ぜひぜひ、ハイヒール履いてる時間が長かった方はね、ぜひ取り入れて、ハイヒールの疲れを抜いて、ぜひ反り腰対策をしてみてください。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。